巻き返しなるか。開幕ダッシュに失敗し、4月終了時点で5位と出遅れた巨人。5月は最下位中日相手にまさかの3連敗を喫し、とうとうゲーム差なしまで迫られました。投打とも怪我や不調の選手が続出し、苦しいやりくりを強いられているのが低迷の原因でしょう。そんな状況にあっても、一軍から及びがかからない、かつては一軍の戦力だった選手たちがいます。崖っぷちの選手たちはここから巻き返せるのでしょうか。巨人のもう後がない選手を4人紹介します。若林昭弘。一人目に紹介するのは若林昭弘です。2018年に入団した若林は、内外野どこでも守れる器用さとパンチ力を秘めたバッティングが魅力のユーティリティープレーヤー。一軍に定着した2019年以降、全てのポジションで出場しています。2019年と2021年には自己最多となる5本塁打を記録しました。2022年9月21日の横浜 DeNA 戦では、ワンアウト2、3塁の場面で代打起用され、3塁ランナーを返すセカンドゴロでしぶとく打点を稼ぎます。若林の打点が決勝点となり、チームは2対1で勝利。監督の原辰徳からは、ピンチヒッターでああいうバッティングをできると存在感がありますよねと称賛されました。2023年の巨人は守備の負担を減らし、バッティングに集中できるようにと丸佳浩をセンターからライトへコンバートします。そしてセンターのレギュラー候補として新外国人選手のブリンソンを獲得。レフトは東京六大学の三冠王でドラフト2位ルーキーの萩尾雅也や秋広優と、2年目のウォーカーらを競わせることにしました。開幕後、ブリンソンはまずまずの働きを見せます。不振気味の丸をカバーするため、育成枠から返り咲いた梶谷隆之や、不振からの復活を期す松原聖也などが起用されました。背番号を55番に変更し、飛躍が期待される秋広はプロ初本塁打を放つなど、ブレイクの兆しを見せています。また秋広は外野だけでなく、2メートルの長身を生かしファーストでも起用されました。内野では2022年に5本塁打を放ち、注目を集めた増田陸や若手の中山ライトらがオープン戦からしのぎを削り合ってきました。若林と同じく内野すべてのポジションを守れる増田は、キャンプで外野守備にも挑戦しています。またドラフト4位ルーキーの門脇誠は攻守ともに評判が高く、不振を極めていた坂本勇人に代わって開幕スタメンに起用が検討されたほどでした。このようにルーキーや若手選手の台頭に押され、2023年シーズン若林は未だ一軍登録されていません。ファームでは打率2割3分2厘、放った安打13本ながら12打点をマークし、相変わらずのしぶとさを見せています。今年8月で30歳を迎える若林ですが、野球選手としてはまだまだ老け込む年齢ではありません。しかしチームがこのまま波に乗れず負けが込み、若手育成に舵を切った場合は、若林の立場は微妙になるでしょう。勝木和也。2人目に紹介する崖っぷち選手は勝木和也です。勝木は大阪桐蔭高から2015年に千葉ロッテ入りした内野手。高校時代、2学年上に藤波慎太郎、1学年上には森友哉がいました。176cm、84kg と野球選手としては小柄な部類に入る勝木。170cm、85kg と似たような体格の森のバッティングを参考に長打力を磨きました。その結果、高校通算30本の本塁打を記録し、プロ入りを果たします。しかし、プロでは思うような活躍ができず、2020年9月、沢村弘和との交換トレードで巨人に移籍しました。新人王やセーブ王を獲得し、巨人の主力投手だった沢村と、一軍出場わずか47試合でホームランも1本しか打ったことのない勝木。年俸面でも大きな差のあった両選手は、格差トレードと話題になりました。巨人に移籍後、2軍で20試合に出場し、打率4割、6本塁打、21打点と大活躍します。しかし1軍ではまだ力不足だったようで、8打数ノーヒットでした。翌2021年4月6日の阪神戦に7番ファーストで先発出場すると、阪神のエース西勇輝からホームランを放ちます。一時期は5番ファーストに抜擢され、3本塁打を放つなど期待に応えました。しかし同年9月20日に試合中に左肩を負傷。もともと脱臼癖があったため手術を行いました。
育成選手として迎えた2022年は術後の回復も順調に進んだことから3月29日に支配下選手に復帰します。一軍では15試合に出場しましたが打率2割ホームランは0本でした。残念ながらここまでのプロ生活では通算4本塁打と本領を発揮できていません。2022年の秋季キャンプではヘッドコーチの阿部慎之助にちょっとやってみろと言われ捕手の練習を行った香月。下半身強化のため阿部が考えた練習メニューでしたが捕手としての適性が想像以上だったこともあり捕手練習を継続しています。チームの大先輩の木村拓哉のように非常事態の際に出動できる捕手になれるようにということでしたが香月のような選手はバッティングで結果を残せなければ一軍のベンチに入れません。2023年に27歳となる年齢も若手と呼べるものではなく後輩選手からの突き上げが激しさを増してきた巨人での立場は厳しいものになっています。畑清秀3人目の崖っぷち選手は畑清秀です。畑は近畿大から2017年ドラフト2位で巨人へ入団。1年目から先発投手として6勝4敗防御率 2.99 と9打点の成績を残しました。しかし2018年は腰痛のため1軍に上がったのはシーズン終盤の9月11日。同年はリリーフに専念し2勝を挙げます。2019年は先発に戻り開幕ローテーション入りを果たしますが5回を投げきれない試合が続き2軍へ降格。7月に右肘有利軟骨除去手術を受けたことでプロ入り初の未勝利に終わりました。2020年は右肩の肉離れで戦線を離脱し復帰後は先発で4勝を挙げます。さらに2021年シーズン途中からはリリーフに転向。同年は52試合、2022年も27試合に登板しました。そして2023年3月には右肘クリーニング手術を受けた畑。ドラフト指名を受けた直後にも右肘にメスを入れていたためこれで3度目の手術となりました。先発にもリリーフにも適性を示す畑は首脳陣からすれば使い勝手がいいでしょう。しかし畑本人からすれば利用法がコロコロ変わるためやりづらいと思っているかもしれません。2023年の巨人の投手陣は菅野智之が戦線離脱しており戸郷翔征がエース格として奮闘しています。そして先発投手が心もとない巨人は新外国人投手を3人獲得しました。左腕のグリフィンは3勝を挙げ戸郷と並びチームの頭となっています。しかし開幕投手を務めたビーディは5試合に登板し0勝4敗、メンデスは0勝2敗で右大腿筋損傷のため一軍を離れました。プロ4年目の横川海が2勝をマークし調整が遅れていた山崎伊織が今シーズン初勝利を挙げるなど先発候補が結果を出しています。中継ぎではプロ2年目の白木大和をはじめ23歳の直江大輔、24歳の大江流星といった若い選手が積極的に起用されました。抑えには侍ジャパンでも活躍した大勢が座りブルペン陣は世代交代が進んでいると言っていいでしょう。その中に28歳という年齢で怪我の多い畑が食い込めるかと問われれば微妙と言わざるを得ません。肘に3度もメスを入れた投手の連投は酷です。先発では戸郷、横川、山崎、それに2022年にローテーションで投げた堀田健信ら若手がいます。最速156キロを誇る畑だけに怪我のリスクがつきまとうのは仕方がないでしょう。しかし畑が休んでいる間に若手の成長が止まるわけではありません。怪我が重なり一軍からの離脱を繰り返していてはいつの間にか居場所がなくなる可能性があるでしょう。高木恭介。最後に紹介する崖っぷち選手は高木恭介です。2012年にドラフト4位で巨人に入団した高木、オープン戦で好成績を残しルーキーながら開幕1軍を勝ち取りました。以降左のリリーフ投手として巨人投手陣を支え続けます。2015年には公式戦初登板から117試合連続黒星なしというプロ野球新記録を達成したことで話題となった高木。この記録は2015年シーズン終了まで継続され、記録は139試合まで伸びました。しかし2016年3月、高木が野球賭博に関与していたことが発覚し、1年間の失格処分となります。
賭博に関与したとして福田さとしら3選手が永久追放となったのに対し、3選手より賭博への関与が少なかったとして高木は1年間の出場停止となりました。2017年3月21日失格処分が満了となったことで、高木はコミッショナーに復帰申請書を提出。失格処分中も定期的に球団と面会し、反省を認められたことで、球団も高木の復帰を後押しします。そして3月27日、復帰が認められ、高木は巨人と育成契約を締結しました。それでも1年間のブランクは簡単に埋まらず、一軍に本格復帰したのは2019年からです。2019年は55試合に登板し、復活を印象付けました。5月2日の中日戦では1307日ぶりの勝利投手となり、ヒーローインタビューでは涙を見せた高木。一方で6月2日の北海道日本ハム戦ではワンボーロンに逆転本塁打を浴び、通算165試合目にして初黒星を喫しました。そして2020年以降は怪我などの理由で登板数が減少。2023年は育成選手として在籍しています。高木の登板数が減少した理由の一つとして、高梨雄平の加入があるでしょう。2020年に楽天からトレードで巨人に移籍した高梨は、高木と同じ左のリリーフ投手。移籍初年度は44試合、2021年からは50試合以上に登板し、すっかり左のリリーフエース格となったことで、高木の存在感は薄れました。高木と同じ育成選手の中には、2019年に16セーブ、17ホールドを挙げた中川幸太や、2022年に53試合に登板した平内龍太がいます。また、横浜で通算346試合に登板した三上智也も育成契約で移籍してきました。このうち三上は支配下登録され、一軍へ昇格しています。高木と三上は同じ1989年生まれの34歳。ファームの成績は共に10試合に登板し、高木は防御率 0.84 と好成績なのに対し、三上は 2.79 でした。それでも三上が先に一軍へ呼ばれたということは、今のところ一軍リリーフ陣で左腕は足りているということでしょう。実績のある高梨と白木、大江といった期待の若手相手では、通算246試合登板を誇る高木でも厳しい競争となってしまうのです。ここで紹介した4選手は年齢的には引退を意識するには早い選手ばかりです。また一軍でプレーした実績も豊富な選手も多く、今後その力が必要とされる場面もあるでしょう。2023年シーズンはまだ始まったばかりです。巨人の逆襲とともに4選手の巻き返しにも期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。